第451号会社経営の心構え。2020年7月21日、運をもたらす天の時が流動性である以上、停滞を生じる油断は禁物です。うぬぼれるということは、油断の入り口であります。自信とうぬぼれの違いは自己の心を律する差であり、前向きな心の持ち方の違いです。自信は常に己の器量と才覚を知った上での行動努力であり、謙虚さが根底にあります。うぬぼれは己の器量を知らない要因であり、これ以上の発展が望めない状態となりやすく、現状から一歩も前進し向上させることや開運を果たすことを放棄する要因となります。みつれば欠けるの摂理から小さな自己満足で終始することになります。そこには自己の器量以上に発展する要因が生じません。会社の使命や蓄積は儲けることも重要なることでありますが、もっと大事なことは世の中の人たちに役立っているという自覚を持つことの大切さです。そして安心感を持つのではなく、あらゆる心配をした後、すなわち人事を尽くしたら天命に委ねる心を持つことであります。人事を尽くして天命を持つことで、最善を尽くして天の命に委ねる心であり、安心感とは異なる状態です。安心感は自分が得るのではなく、相手方の人に与えることが安心感というものであり、自分側の得る状況ではないのです。そして満足感は慢心を生じ、信仰が停止し運気において油断となり、気が滞ることになります。充実感と満足感は似ているようで違うのです。経営は誕生した以上、前進、努力しかないのです。後進は許されないのです。それだけに前向きにプラス思考で前進あるのみです。自分の一途な努力により、大きな可能性を信じて挑戦していくことが経営の基礎の精神であり、経営にも陸道の経営という段階があり、ただ儲けるのみの畜生界、争うことに終始する修羅界、喜怒哀楽の人間界、世の中に役立つ精神の天上界、谷、餓鬼道、地獄道があります。経営者の志す姿勢により陸道に分かれる要因となることを認識すべきです。